とりあえず貼り付けました。こんな感じですね。はい。かなり。いや、天井ドライバー難しいですね。天井抜いて貼り付け。1,2,3 で、こっちにも1,2,3。で、1、こっち。なんと、ここと真ん中と、ここ、一箇所ずつって感じですね。はい。とりあえず、ようやく完成です。いや難しい電動ドライバー、なんか簡単そうに思えましたけど全然違かったっす。はい。であとは真ん中板打ち付けるだけなんで、まあこっちは釘で普通にできるから簡単だと思います。はい。じゃあちょっとそっちやっていきます。とりあえず天井板、まあ前だけ貼り付けたんですけど、まあ奥はちょっとまあいいかなと思って、どうせ自分が使うんだしって感じで、あとここにあれで、ね、これをつければいいんでしょうけど、でもなんかここの段差どうするんだろうと思って、ゴミとかたまるかなと思ったりしつつ、はい、まあ考えます。いやひどいな、一つ二つ出ちゃった。はい、そんな感じです。まあ、とりあえずこの棚は使えるかなっていうところですね。ようやく
この食器棚は。はい、そんな感じです。